タート。浮かび上がったドローン、実は子どもたちが作ったプログラムで自動操縦されています。須崎市の新城小学校の 5,6 年生が参加したプログラミングの授業。グループ企業がドローン講習の授業を行っている須崎自動車学校の協力で初めて実現しました。子どもたちは上に上がるや前に進むといった単純な操作を順番に組み合わせることで複雑な動きをプログラムできることを学んでいました。